じゃあ、ゆうです。バズダのおさんです。はい、今日も、今日はあのバズダ新情報コーナーということでね、はい、僕のチャンネルにしてはすごくめちゃくちゃ見てくださって、長時間見てくださって、はい、なのでちょっと第2弾、ちょっとマーベルの間はね、これも挟んでいきたいと思います。はい、お誕生日の方おめでとうございます。はい、それではね、今日もね、新情報コーナー、あったということで、村子さん、パズドラの広報ですね、公式アカウントですか、はい、そちらから新キャラ情報が上がったので見ていきましょうか。それでは画面ね、ゲーム画面移します。はい、こちらですね。まずはスカーレットウィッチですね。はい、まずはスカーレットウィッチ。はい、ほんまにね、僕マーベルのキャラ、マーベル作品スパイダーマンしか見たことないんで、はい、ちょっとわかんないんですけど、はい、どうやらスカーレットウィッチというのが実装されるそうです。はい、変身キャラですね。変身キャラに、倍の耐性、変身前が倍の耐性、スキル値4つ、封印耐性で、変身時のスキルが99ターンの間、危機と闇ドロップがロック状態で落ちてくる。で、あとは最強の魔女、スカーレットウィッチに変身ということですね。はい。非闇ロックしてくれるのはありがたいですね。はい。まあ、若干よく言えば、ちょっと変身時のスキルが、まあ、若干心もとないかなという気もするんですけど、まあ、これ変身前なんでね、じゃあ変身後見ていきましょうか。はい、変身後が、倍の耐性にスキル封印で、指延長が足組が2つ、10コンボ強化3つ、無効貫通に浮遊ということで、あ、これも3属性あるんですね。はい、でスキルが2ターンなら自分のダメージ上限値が60億になる。これ本当にね、ほんまに変身キャラで、はい、上限解放してくれるのはめちゃくちゃありがたいんですよね。はい、で人を闇属性の攻撃力が2倍ダメージ無効ダメージ吸収は無効化か。へぇー。で、リーダースキルは非闇の同時攻撃でダメージを激減。攻撃強化33倍。3コンボ加算。コテージダメージ。悪魔タイプの HP と攻撃力が 1.1 倍やから。33倍に 1.1、36.33 倍わからない。ごめんなさい。パッと見ですと思いついただけなんで。はい。これそうですね、3属性あるっていうので、もうすごくやっぱりね、3つ攻撃ソースがあるっていうのはすごく偉大なんですよね。で、あとその変身後の3属性のうちの、その3タイプ目がなんかその違う属性でパーティーに入れられたりとかする場合があるんですけど、そのエクシアとかそうなんですよね。ガンダムエクシアと比べたら、そのあれはエクシアは変身前がひいき属性で、それでこのスカーレットピッチに関しては、その元々ある種属性がプラス第3属性に付与されるので、そのね、全属性必須の編成に入れる分に関しても、その困らないっていうので、そこもね、すごくいいと思います。あと変身キャラがダメージ上限値が60億になるっていうのは、単純にリラチェーン耐性つけて、スキルチェーン2つかつけて もう全然60億になるっていうのと、変身キャラってどうしてもね、遅延振りがちなイメージが結構あるので、はい、あとリラチェン対戦潰されてしまってとかいうのであるので、しかも60億になって、はい、それでね、潜在も8枠っていうのでいいと思いますけどね、僕は。はいはい、だって延泊しつつダメージ吸収無効化ですもんね。うん、でしかも2ターン継続ということで、はいはいはい、今ね、どうしてもね、吸収、この前のクエストだったかな、はい、15、ダメージ吸収2ターン継続とかいうところがあったんで、そういうところに関してはすごく便利だと思います。はい、で4ターンで打てるんで、4ターンのうち2ターンの間実質ね、半分ね、間ね、実質上限が60億になるっていうので、はい、すごくいいと思います。で火力操作、無効貫通も、ね、ついてるんで、無効貫通でも火力が出せるというので、純粋にやっぱりマーベルは強いなと思います。はい、これが武器ですね。はい、武器10コンボ強化に、光と闇のドロ強と回復のドロ強の圧縮版ですか。で2ターンの間操作時間が3倍、8コンボ加算、自分以外の味方スキルが2ターン溜まる。これはすごいです、いいですね。序盤に噛み合ってますね。序盤のヘイスト武器としても優秀ですし、10個も強化武器としても優秀だと思います。2ターンの間操作時間が3倍。本当に、これは、
強調、無課金アカウントで強調の動画撮ったんですけど、序盤に指輪を奪い返す必要があるんですよね。2ターンの、序盤に指をいきなり奪われたり。で、あとは、そうですね、裏千住だ、やったかな？序盤にコンボ現象とかさせられたりとかするんで、その序盤の変身時に、その、2ターンの間8コンボ加算でそのコンボ現象をその上書きできるって、上書きというかまあ相殺できるっていうのはすごくいいですね。はい。で、10コンボ強化武器もつけて、10コンボね、火力ソースもアップするということで。で、泥強アップね、すごいいいですね。まあ、でもこれはサイレアの武器ではないので、はいはいはい。そうでもまあそこはね、まあチーム HP とかあったらもうそれは強すぎなんで、はい。じゃ次ね。はい、スカーレットウィッチクラシックカバー。はい。こちらが、スキブ版ですね。スキルとチーム HP 版ですね。はい。覚醒がスキブに、チーム HP2 つ。で、ドラゴンキラー、攻撃キラー。はい。で、スキルが2ターン内で属性吸収無効化、ダメージ無効化、貫通。2ターン内で盤面を 7×6。僕の苦手なやつや。はいはい。2ターン内で属性吸収無効化、ダメージ無効化、貫通。これは、そうですね。本当に、これは序盤の変身に使うヘイストとかではなくて、はい。いきなり盤面を小さくするとか、いう時に使えそうですね。そうですね。例えば、その、裏、まんじゅう系って、盤面圧縮するじゃないですか。盤面圧縮するんで、そこにね、ぶっ刺されそうな、例えばその常設のダンジョンだとね、常設のダンジョンだとそういうとこで、その月が貫通はあるところはあるんかな。あ、この前のクエストですね、先月のクエストで盤面を圧縮しつつ、あれ貫通だったかな、ちょっと忘れたんですけど、まあでもそのね、チーム HP と強化2つにドラゴンキラー、攻撃キラーだけでももう十分優秀なんで、はい。スキルはこれは別におまけ程度に別に思ってても、おまけが溜まっても、まあまあ、いいっすね、これは。属性吸収、貫通。属性吸収と貫通結構貴重なんでね、ほんまに。はい。それでは次ですね、はい。スパイダーマン&ベノム。ああ、属性的にこれと組み合わせたらいいってことですね。はい、さっきのキャラ。はい。で、覚醒スキルが、バインド、完全バインド耐性スキルブース。スキーブプラス、と封印で指延長浮遊無効貫通一つに7コンボ強化の圧縮版が3つで L 字もあれかプラスか、はい。でスキルが、進化スキルですか、こっちで見ましょうか、はい。スパイダーウェブ、まず第1段階目ですね。一旦の間操作時間が2倍、6個解除し盤面を非闇回復に変化、スキルが進化、はいはい。で進化後が神秘王と一旦の間回復力と自分。リーダーの攻撃力が2倍。で、ロック解除し、盤面を非闇回復に変化。使用後に1段階目に戻る。これもループ系ですね。はい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 。で、リーダー好きが非闇の同時攻撃力が 6.5 倍。2コンボ加算。固定2ダメージ。バランスと悪魔タイプの全パラメータが 4.5 倍。もうこれは完全にあれと結びつけていく感じですね。さっきのキャラと。はい。でも、これはね、ほんまに前回のあれか、何だっけ、アイアンマンキャプテンアメリカやったっけ忘れたんですけど、本当にその、あれ、進化スキルだで、しかも5ターンなんで、その、ランク上げとしても、ランク上げ要因としても、固定ダメージを持ってるんで、しかも全パラメーターを持ってるんで、はいはいはい。これがね、ファスカ持ってない方でも、このキャラに、リダチェンの上乗せ、例えばマッハとか、それ乗せてリダチェンして、ランク上げとか、裏木工場とかだと、結構何パー、割合ダメージとか大きかったりするんで、はい。そこにね、潜在で軽減とか十分対応できたり、あと、局所的にね、ダンジョンだけ把握すれば、軽減貼るポイントとか限られてるんで、はい。そこの、ウルトラとか持ってらっしゃらない方にも、ウルトラとか、ファスカとか持ってらっしゃらない方のランク上げ、まあ、妥協編成になるかもしれないですけど、まだまだわかんないですけど、キャラによってはもっと優秀なキャラも出てくるでしょうし、そこに関してすごくいいなと思ってます。はい。でね、冬も持ってるし、はい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 、はい。
で、次がスパイダーマン&ベノム、コラボか、武器ですね。はい。スキブ2つに7コンボ強化。で、指延長。で、6ターンの間5コンボ加算。6ターン5コンボ加算してくれるの。で、2ターンの間盤面の76マスにする。これっすね。これっすね。これっすね。はいはい。5-4 盤面とかされた時に、すごくそのコンボ現象っていうのもすごく弱点じゃないですか。で、あと序盤の裏千住だったかな。ちょっと忘れたんですけど、そこら辺は定かではないんですけど、記憶が。いきなり、コンボ加算。そうか、2フロアで、ドラゴン侍やったっけ、ちょっと忘れたんですけど、キャラの名前は。盤面を圧縮しつつ、その、ね、初回に突破しちゃうと、その、コンボ現象がバンってきちゃう場面とかあったりするんで、そこをね、76番面にして、なおかつコンボ現象を、相殺するっていう面ではすごくいいですね。はい、こちら。こっちの方が攻略向けですね。で、スキル2つも漏れて、火力ソースにも慣れて、指も慣れて、はい、そんな感じですね。はい。で、次がスパイダーマン&ベノムクラシックコラボカバー2ですね。はい。こちら完全にアシスト向けなのかな。チーム HP に無効貫通。スキル封印、バインド、闇ドロキョ、光ドロキョ。で、1ターン内で受けるダメージを無効化、3ターン内で属性吸収とダメージ吸収を無効化。これはね、結構ね、その闇属性のキャラとか優秀なキャラって、その無効貫通だったり、そのバインド耐性どっちかがなかったり、あと封印もなかったりしがちなんですよね。そう、それをもうこの武器一つで全部補える。しかもそのドロキョウとチーム HP も補えるということで。あとはその、このスキル、序盤のね、なんか威嚇が効かなくて、あとヘイストがどうしてもそのスキルのターン上、その持たない時とか、で、この何ターン以内に、攻撃倒さないと発狂してしまうっていう敵だとかに、もうなんか最終手段としてそのダメージを無効化でかわすとか、はい。あとそのこのカウントダウン形式の、その、例えば4ターン後に発狂してもう絶対やられちゃいますっていう敵とかに、その時にこれを仕込むとすごくいいですね。で、仕込んで倒しても次のキャラが、そのね、属性吸収、ダメージ吸収どちらかしてくるという、する敵がいるなら、はい。それも継続するんでしょ ?3 ターン。ほほほ。これはすごいなぁと思いますわ、ほんまに。で、こちらが、既存キャラの強化ですね。はい。キャプテン・マーベルからですね。はい。ステータスが単純に、ね、確かね、これ HP ね、9000ぐらいしかなかったんじゃないかな。はい。で、10コンボ強化そのままに、浮遊とたこ焼きが圧縮されて、一旦の操作時間と光属性攻撃が 1.5 倍と。で、6個解除し、闇、お邪魔、毒、毒、猛毒、爆弾を光に変化。で、リラスキーが光の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が10倍、4コンボ加算。大好き、4コンボ加算。で、固定値ダメージ、光属性の全パラメーターが3倍。3倍ですね、はい。単純に30倍ですね。で、これは、本当に、ね、キャプテン・マーベル、バイナリーを、1体しか持ってらっしゃらない方とか、結構いらっしゃると思うんですけど、はい。僕も確かそう、やったかな、第一弾の時は。で、これ交換できる、交換のね、交換場がいつもままなら交換できるキャラなので、本当に交換でこのキャラが手に入るっていうのはすごくいいことなので、はい。しかもその、第三属性が付与されていることによって、その上限解放がない代わりに、確実にね、そうですね、浮遊もついてるんで、しかもその、ね、ループさせれば毎ターン 1.5 倍円波なんで、操作時間も円波ということで、大体この円波があれば、21億ぐらいやったらもう第三属性も出るんちゃうかなっていうふうに思ってます。はい。あとちょっと待ってください。最後さっき言い忘れたんですけど、このスパイダーマン&ベノム、その回復力と自分とリーダーの攻撃力が2倍なんで、これはね、フレンド向きですね。はい、ごめんなさい。はい、そこだけちょっと話しながら思ってました。はい。で、こちらがウルバリンですね、ウルバリン。で、アシスト、じゃ覚醒が完全バインド耐性に、バインド回復の圧縮版か。で、スキブが6つに、指延長、追い打ち、無効貫通2つ。で、無効貫通、超覚醒も無効貫通か。
これはね、あの自由杯のランダムの無効貫通の加点がいい場合は、その光ね、どっちも主属性副属性どっちも光なんですごく良さそうですね。でしかも追い打ちを持ってる、この前のランダムってあの追い打ちとかでもね、あの点数稼いだりもしたんで、そこもいいですね。レスキーが5ターンの間 HP を 40% 回復で、ロック解除し光回復を5個ずつ生成か、それが5ターンで打てるんか。これはね、インデックスが直近のコラボで似てるのなら、直近のコラボならインデックスか。インデックスも確かね、あれは確か回復力をと光の円波なんですよね。円波で、円波プラス、自動回復力か。そうなんですよね。そう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 。それよりも確かターン短いか一緒ぐらいかな。はい、ちょっとわかんないですけど、ちょっと確認すればいいんだけど、だけなんですけど。すいません。はい。で、リーダースキルが光属性の HP と攻撃力が 4.4 倍、操作時間が2秒延長、光回復の同時攻撃で攻撃力が6倍、3コンボ加算、6死20死ね、だいたい26倍ぐらいか、リーダースキル。リーダースキル倍率としては弱いんですけど、これサポート役としてはね、すごく優秀ですね。はい。スキルだけでもね、はい。素の HP が高いんで、こいつにチーム HP とか持って入れてあげるだけで、HP タンクにもなるんで、で、無効貫通。光の無効貫通パといえばどうかな、そうですね。あら、なんだっけ、ちょっと忘れました。O シリーズの光のね、よく浦島のランク上げで使われたりするやつとかもいるんで、はいはい。そこよりも火力は狙えるし、上限解放も狙える。で、体力回復なんで、これは、百式とかに、百式じゃなくて、未知の新生シリーズに出るボス。結構ドラゴンタイプが多いので、はい、そこら辺にもぶっ刺さるっていうので、はい、いいんじゃないでしょうか。ただのね、その自動回復枠だけじゃなくて、無効貫通さえ決めれば、そのアタッカーにもなれるっていう、いい強化ですね。はい、で、こちらが、リーダーサイクロップス。これ確か確定とかやったかな、交換できんかったんかな。で、バインド圧縮に、スキブプラスが2つ、封印に指延長が2つ。で、調査のゲージが2つ、枝豆1つ。で、今は明らかになってる。あ、僕、サイクロプスは持ってないんで、ちょっとわかんないんですけど、はい。敵全体に、敵、これが単体やったのが全体になったんかな、はい。ちょっと待ってみ、一重百千万、1万倍の非属性攻撃。これはブレス要因。ブレスとして最高ですね。最強にして最高。現代の術師、ごめんなさい、もういらんこと言いません。はい。で、水を10個以上下げて、消すとダメージを激減、攻撃力が30倍、固定1000万ダメージ。これはあれですかね。ブレス要因として、はい。見られることが多いですかね。やっぱり。はい。そこは全体になったっていうことは単純にいいことなので、はい。もしかしたらね、これから噛み合う。そうですね。サンリオの、あれとかも、あの子とかも、誰だっけ。ノルザキティか。ノルザキティ詰め込んでも良さそうですし、直近のキャラならね。直近のキャラなら。それを詰め込んでも良さそうですし、はい。で、激減もあるし、固定1000万もあるし、いいですね。で、最後のキャラですね。アイアン、スパイダーマン。はい。で、潜在、アシスト、覚醒が、バインドに、SK プラス、封印、10個無力が2つ、2ウェイが2つ、光のたこ焼き圧縮版が2つということですね。で、直覚醒に浮遊が追加されたと。はい。これが、この前のあれか。協調の頃に実装されたんかな、これって。はい。で、一旦なんでマシンタイプと自分の攻撃力が3倍、覚醒無効状態を全回復。覚醒無効がね、偉いですね。結構覚醒無効に困ることがあるので、ちょっとウルトナ枠とか使って、ウルトナとか結構使ってらっしゃる方だったら、もしかしたらご存知わかるかもしれないですけど、覚醒無効解除が結構ね、その小回りの効く3ターンで回復できるっていうのが、今のところあまりそうですね。カチッとハマるのは、こんだけ属性がカチッとハマるのがなかなかいないので、はい。そこは単純にいいことですし、で、非光の同時攻撃でダメージを激減攻撃が26倍、回復力が2倍、3コンボ加算、操作時間が5秒延長。これもね、ウルトラとレアとか被らないのかな？被らないんで、はい。ウルトラとね、ウルトラは、誰か、サブに入れて、リーダー、例えば、スパイダーマン。どうしてもスパイダーマンがリーダーで使いたい方がいらっしゃったら、リーダー、スパイダーマンで、サブにウルトラ、フレンドさんにウルトラ。でも、全然その、ね、リーダー倍率は、光で作ってくれるんで、発動するんで、で激減と攻撃力が若干落ちちゃうんですけど、はい。
まあ、その分ね、ウルトラのその全開放が、そのね、リラチェン、ウルトラの潜在にリラチェン振らないで済むっていうメリットもありますし、はい。まあ、そこは要は使いどころですね。で、自力で回復もできるっていうのでね。で、操作時間も5秒延長してくれるっていうので、ウルトラだけじゃちょっと指が足りないなっていう場合に、ちょっと耐久力が上がって、その回復力が、じゃない、攻撃力がちょっと下がって、でも安定性を求めたいっていう時には、スパイダーマンをもしかしたらリーダーにしてもいいかもしれないですね。はい。これだけかな?ちょっと確認してきます。はい。今日はこの辺ですね。二日目はこんな感じですね。でも、既存のキャラクターもね、いろいろやっぱり調整が入るということで、はい。もともと強いね、マーベルのキャラ。未だにね、マーベルのキャラは使われたりするんで、やっぱり潜在8枠のキャラで、ステータスも高くて、でね、この感じだと冬も結構ついてきそうなんで、はい。楽しみですね。はい。それでは、今回もこの辺にしたいと思います。実はね、11月9日、木曜日からか。木曜日から、裏強調が来るんですけど、はい。もう無課金アカウントで強調チャレンジ。表なんですけどね、表に挑戦してきた動画も撮ってあるんで、明日はね、それもお届けしつつ、今日はね、一旦この新情報で、ちょっとね、今日の動画は終わりにしたいと思います。それでは見てくださった皆さん、ありがとうございました。皆さんもね、約20分ですか、の動画をお付き合いくださり、ありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。それでは、お相手は、ゆうでございました。それね、バイバイ。